なんだ、何かを見つけたのか。確かめた方がいいだろう。だが、家康の護衛を放棄するわけにはいかない。すまないが、お前一人で確認してきてくれないか。ありがとう。では、頼んだぞ。しばらくぶりだな、お嬢。相変わらず、和也の後ろにくっついて、人間と関わりを持っておるのか？まあ、構わんわい。今は藁にもすがりたい気持ちだからの。そのまさかだ。もはやなりふり構ってはおれん。何としてでもあの賊を見つけ出さねばならない。解毒薬の存在を明らかにするにはそれしかないのだ。してあの賊の正体にどの程度迫っておるのかの。あのはぐれ鬼たちは本田正信という老人の下で働いているということか。そしてその老人は徳川家の者なのだな。一体誰と話しているのだ。やれやれ、こうしてお嬢と共にここにおるということは、俺の忠告を聞き入れるつもりなどないということか。お嬢が知る必要はないことだ。俺は先に家康のところへ戻っている。俺に聞かれても知るはずがなかろう。
品格に優れた人間などおらん。八瀬姫のことがあるからこうしてここに来ておるが、俺は人間と馴れ合うつもりなどない。家康の到着を知って慌てふためいているのだろう。大名にとって徳川家康というのは大きな存在だからな。大阪方としてはこの辺りで一勝して味方の士気を上げたいと考えるはずだ。家康の周辺に注意を払わねばな。徳川家康だかなんだか知らんが、そやつも金と権力に目がくらんだ人間であることには変わりなかろうが。家康は他の人間とは違う。聖人君子が天下に上り詰めるほどの地位にまで行けると思うか。お前たちが気づいておらんだけで悪事を重ねておるはずだ。それは上辺に騙されておるだけだ。一度心から信じた人間に騙されたり利用されたりすれば、かの者たちを信じてやろうなどとは到底思えなくなる。来たぞ。ここは任せた。俺は家康を護衛する。つまり姫を襲った賊と会うことができるかもしれんのだな。
では俺も行かんわけにはいかんか。来たぞ。が！貴様、一体何者？うは！うん！お前は。念のため聞いておこう。ここに何をしに来たのだ。徳川方と大阪方が日の元のあちこちで戦ってるこの時期にのんびり散歩でもしに来たと思うか。あんたは石田三成を護衛していたのだったな。ということは徳川の連中が鬼を利用して悪事を働いてるって話を聞いてな。放っておくわけにはいかなくなった。家康は先端って薬を鬼に飲ませ不死身の兵を作り出していいように利用してるんだろう。言うな。言うなと言っているのだ。敵方にこちらの事情を明かすな。つまりお前は石田三成の意向で家康を暗殺しに来たということか。どっちかっていうと俺の独断行動だな。家康にこのまま生きててもらっちゃ困るんだ。家康を殺してどうする。三成に天下をまとめる力があるとでも思っているのか。家康が死ねば世はまた乱れることになるぞ。そうなれば鬼の一族も無事ではいられん。だが徳川家康が天下人となってしまえば俺の一族が安住の地を得ることはできなくなる。十騎衆としては間違った行動かもしれんが一族の連中のためこうするしかないんだ。家康を殺させるわけにはいかない。お互い妥協はできないってことだな。それじゃ戦うしかないか。何をバカなことを言っておる。十騎衆同士で戦うなど。お互い背負っているものがあるのだ。仕方あるまい。このThank you.
それが俺に通用するはずないだろうが。お前ら里持ちの一族と俺たち漂白の民は背負ってるものが違うんだ。大きなものを背負っているのはあんただけではない。やるじゃねえか。だがこれくらいで俺がひるむと思っているのか。組打ち鉄鋼術第二種山崩し。バカ、来るな。無茶しやがって。お前は俺に女を殺させる気か。おい、いつまで女に刀を向けてるつもりだ。この者の拳は凶器と同じなのだぞ。もし思いとどまるのが一瞬遅ければ死んでいたところだ。一つだけ確認させてくれ。イエスがシュラって連中を操ってるわけじゃないんだな。
なるほど、それを聞いて安心した。しかし、お前みたいな無茶な女がそばにいると、和也も気が休まる暇がないだろうな。自覚がないのがなお悪いの。すまない。一体何の話だ。いや、俺はそろそろ向こうの陣に戻る。お前らが護衛してるんじゃ家康暗殺なんてできそうにないしな。なあ、俺の選んだ道は十騎衆としては正しい道じゃないのかもしれない。だが一族のことを考えたら他の道なんて選べないんだ。悪いな、お前たちに迷惑かけちまって。死ぬなよ、和武。何事も命あってのものだねだからな。なあ、分かってるさ。少しいいか。大丈夫だ、そう心配するな。お前に謝らなければならないことがある。お前に怪我をさせてしまった。それも俺が傷をつけてしまった。俺は自分が恐ろしくなった。もしあの時お前を殺してしまっていたら、約束する。もうお前を傷つけないと。だからお前も無茶はしないと約束してくれないか。